どうも皆さんこんばんは、工藤です。12月13日の、月曜日ですね、夜の9時37分でございます。はい、ちょっとね、今日の夜の、配信でちょっと喋りたいことがあるんだけど、それに入る前にちょっと一つお知らせというか、ちょっと決めたことがあったんで、話そうと思います。今日のね、夕方の配信、配信してないんですよ、実は。はい。というのもですね、撮ってはあります。はい。データはあるんですが、アンカーで撮って、収録して、で、その後、ちょっとお風呂入ったりとかね、ゆっくりしてからちょっと配信しようかなと思ってたんだけど、今日の夕方の配信ね、マジで疲れてて、ろくなこと喋ってないんだよね、本当に。うん。で、なんかかなり疲れてるのもあったし、特にもう、これが喋りたいっていうことがあったわけでもなかったから、なんかね、こう、本当にどうしようもないことを喋ってて、なんかグダグダずっとね、やってたんで、ちょっとそれに関しては、いや、これはちょっと配信してもあれだなと思ったんで、うん、今日の夕方の配信に関しては、はい、ちょっとボツというかお蔵入りみたいな感じに、はい、しました。はい。というわけで、ちょっと考えたのが、私の月火ね、学校でお仕事してるわけなんですけど、で、月火仕事してて、夕方ね、いつも通りクドラジオこれまで撮ってきましたけど、これまでね、月火のその仕事終わりの配信聞いてもらえれば分かると思うんですけど、他の配信に比べてね、結構内容薄めなんだよね。うん。で、なんか私も疲れてるのもあるし、あってかなり聞きにくいところもあるし、喋る内容もあんまりこう、アニメの話とかもね、そんなにできないところもあって、ちょっとね、なんかそういった感じで、なんか仕事終わりの疲れてる時とか、なんかあんまりこう話す気力が起きないというか、特にこれといって話したいこともないような場合に関しては、まあ無理して配信する必要はないんじゃないかなと思いまして、うん。だからちょっと特に月火の夕方だね、あの時間帯は本当に仕事が終わってすぐだから、パソコンをずっと眺めて、もう目も疲れて腹も減ってるし、もうなんかいろいろ疲労が蓄積した後に撮ってるから、うん。で、午後そのアニメ見たりとかもできないからさ、アニメの話もできないんだよね。だからなんか無理して喋っても、本当今日みたいな、皆さん聞いてないんですけどと思うんですけど、本当にしょうもない、なんか愚痴じゃないんだけど、疲れたとか、今日何の話しようかなみたいな感じで、ずっとグダグダね、トークしてしまうんで、ちょっとそういうマジで疲れてる時とか、なんかあんまり喋ることがないなっていう時は、あんまり無理して配信する必要ないっていう感じで、はい、まあ私の気分次第ではあるんですけど、はい、そのような形にしようかなと思います。うん。だから、そうだね、これから月火だけじゃなくて、水木金ってポッドキャストのね、収録の仕事も入ってくることがあるんですよ。うん。で、そうなってくると、例えば今週で言うと、水曜日、月火は学校の仕事があって、水曜日に収録が2件入ってます。で、しかも、午前中に10時から12時まで、2時間入ってるんですね。そうなると、さすがにお昼前配信をこの時間帯でやったりするのはきついですよね。うん。どう考えてもきつい。だって10時から撮るから、10時前くらいにはもう用意しなきゃいけないでしょ。で、それで、2時間、喋り続けて2本撮ったとするじゃないですか。で、その後、お昼を食べたりして、で、その後こう収録できるかっていうと、なんかちょっと無理してる感が出ちゃうよね。うん。その収録が終わった後、その収録のことについて話せばいい
かなっていう気もするけど、なんかちょっと無理しちゃってるなっていう、気がして、私のそのストレス的なものもねこうあったりするし、これでこうクドラジの、ね、配信自体がこうなんか危うくなってもちょっとあれだから、だからそういうなんか、スケジュール的にというか見てもなんだろう、ちょっと厳しいなっていう時はあんまり無理せずに、ね、やっていこうかなって思ってます。だから水曜日で言うと朝配信して、で昼はまあちょっと収録が重なったりしてるから配信なしでみたいな、で夕方喋ってまた夜喋るみたいな感じでやろうかなと思ってます。はい。ただ一番めんどくさいのがね、その午前と午後で両方にまたがって収録が入ったりしてると、これはまあいけそうなんだけどどうしよっかなみたいな、そういうちょっと中途半端なところもあるんだけど、そこはまたちょっと、はい、臨機応変に対応しながら撮っていけたらなっていう感じですね。はい。というわけで、今日の夜配信のメインのお話に行きたいと思います。はい。でちょっとね、どっちをねメインっていうかどっちの話をしようかちょっと迷ったんだけど、まあでもやっぱりこれかなっていう感じで、はい。ですね、私がポッドキャストのお仕事として、携わらせてもらっているポッドキャスト番組が、はい、今日から配信されました。はい、イエーイ。はい。というわけで、もうねすでにクドラジの、スタンド FM とアンカーの、説明欄、番組説明欄にはもうすでに、ジョブ、仕事っていう風にして、はい、番組のポッドキャストリンクを貼り付けてあります。なのでよければねそちらも聞いてもらいたいなっていう風に思います。で一応ね、会社さんの方とかから、ぜひ紹介 してね、このクドラジでも紹介して、リンク貼ったりとかしてもいいよっていう風に言われているので、はい、バンバンこれから紹介していこうと思ってます。じゃあ何から喋ろうかな。まず、そうだな。まずね、ポッドキャスト番組の名前から言うか。ポッドキャストの番組名は、ヤドカルラジオですね。ヤドカルラジオ。はい。で、番組内では、略してね、ヤドラジっていう風に言ったりとか、はい。各種 SNS なんかでも、ヤドラジっていう風に、ハッシュタグつけて、投稿したり、すると、いろんなね、はい、同じようにリスナーさんとつながったりとかできたりするよっていうふうにも言ってます。はい。一応公式で、ヤドラジっていうふうにハッシュタグで、ね、言ってるんで、はい、よければそういう4文字カタカナ4文字でヤドラジでハッシュタグつけて投稿してみてください。でですね、カバーアート、ヤドラジのカバーアート見てもらえれば分かるんですけど、ヤドカルっていう、はい、もともとサービスがありまして、そのサービスから生まれた、ヤドカルラジオでヤドラジですね。で基本的な番組の内容としては、全国の民泊とかゲストハウスっていうのかな、そういったちょっと大手の、ホテルとはまたちょっと違う、個人で経営しているような宿泊施設っていうのかな、そういった場所を、1回ごとに今日はこの宿泊施設、今日はこのゲストハウスみたいな感じで、はい、紹介していく番組になってます。で基本的には、パーソナリティは私と、もう一人、今までねずっと隠してたんですけど、相方っていう風に言ってたんですけど、セッツさんっていう方が、はい、いまして、女性の方ですね。その方と一緒に私と2人で基本的にはパーソナリティやっています。はい。で、たまに、たまにというか、ほぼ半分くらいの頻度で、オーナーさん、その宿泊施設とかゲストハウス、今回はこのゲストハウス、この宿泊施設っていう時に
その宿泊施設の、オーナーさんだったり、まあ、何なんだろう、オーナーさん以外にもな、あとなんだろうな、まあ、おかみさんとかわかんないけど、まあ、その宿で働いてる人、もしくは何らかのその責任者みたいな方を、まあ、ゲストに、招いて、3人で、まあ、お話ししたりとかみたいなこともやってます。はい。まあ、今回っていうか、今日から配信されたので、まずね、あの第1回目があの配信されている状態なんですけど、第1回目はね、あの沖縄にあるカプセルドミトリー、スターカプセル沖縄っていうね、あの宿泊施設を、はい、紹介しています。でこれに関しては、ゲストさんはいなくて、私と、セッツさんと2人で、パーソナリティをやって、2人で、はい、いろいろ情報をねこう見ながら、こうああでもないこうでもない、あこれいいねとか、これどうなんだろうみたいなことをお話ししています。あとはそうだね、まあポッドキャストのパーソナリティに関しては、まあ、私はね、まあ、皆さんこのくだらじ聞いてもらってるから分かると思うんですけど、はい、普通のあのアラサーのおじさんです、オタクのね、はい、で一応そのポッドキャストをねくだらじで、やっていて、もうね200本以上ねあのくだらじでは配信しているんで、まあ、そういったこともあの紹介文として、はい、書かれています。はい。でね、私の相方、まあ、もう一人のパーソナリティのセッツさんっていう方なんですけど、女性の方ね、なんですけど、この方がですね、まあ、この宿ラジの説明欄にも書いてあるんですけど、ナレーターをはじめイベント司会だったり、まあ、声優もやったりで、バンドボーカルなど、まあ、多方面に活動をしている方なんですよ。すごいよね。うん。だから私なんかよりは全然その、声のお仕事のまあプロだね。うん。私はもう普通のおじさんで、ただね、あのおしゃべり、一人おしゃべりするポッドキャストを趣味で配信してるような人間なんですけど、セッツさんに関しては本当に、声のお仕事をガチでやってる方です。はい。なので、あの私と一緒にポッドキャストやってるのがもう不思議なくらいなんですけど、うん、あの私と違ってめちゃくちゃねこう聞きやすいし、うん、なんか特別すごい高いとかそういうわけでもないし、あの滑舌もすごいいいし、ハキハキ喋るし、うん、だからね、私とこうあのラジオやってるとね、あの違いがすごいっていう感じもするね。うん。まあ、でも本当にあの声のお仕事ガチでやられてる方なんで、めちゃくちゃ聞きやすいと思います。うん。だからね、逆にその私のなんだろう、あの、まあ、私ね、皆さん分かると思いますけど、結構ねこう噛んだり、まあ、どもったりしちゃうんですよ。しょうがない、これはもうなんかねどうしようもないんだよね。うん。だから私のそういったところがちょっと目立ちがちにはねなっちゃうんだけど、はい、なんとかそのセッツさんと2人でやっております。はい。だから私ね、その第1回目聞いてほしいんだけど、あの私もその第1回目収録した時はね、セッツさんと会ってほんと2日目ぐらいだったんですよ。テスト収録の時に初めて、まあ、お会いっていうか、まあ、声だけそのテスト収録で聞いて、実際にねテスト収録したくらいで、でこの日、この収録した日は本当にまだ会って2日目ぐらいのね日だったんですけど、もう本当にお互いなんかこう、あどうもみたいな、ちょっとよそよそしい感じで、はい、始まっているのがね、まあ、聞けばわかると思います。はい。でそれに加えて、その日かな、その日にそのセッツさんと軽くね自己紹介して、実は声の仕事してて声優とかもやったことあるんですっていうのを聞いて、もう私大興奮ですよね。うん。声優なんですかみたいな、声優みたいな、みたいな感じで、はい、あの私ちょっと第1回目からちょっと変なテンションになっちゃっていますね。はい。あのいや本当まさかさ、あのなんだろう、ただ一人喋りしてるポッドキャストのおじさんが、うん、まあ、本人はねあんまりそのなんだろう、なんだろう、すごい有名な声優さんとかではないし、
なんかすげえ活躍してるわけでもないからあんまりその持ち上げないでほしいっていうふうには言われてるんですけど、でもまあ私としてはなんかでもすごいなって思いながらその声をね使ってその本格的にっていうかガチでお仕事されてる方なんで、うん、すげえなって思ったりしてます。まさか本当に私が女性声優さんの方女性声優とねこうポッドキャストをねすることになるとは本当に思いもよらずっていう感じで、はい、こんな感じで本当になんかいろいろやってる方なんですよね。あんまりねまだなんだろうそこが知れないというか、うん、方ではあるんですけど、はい、まあ、聞いていただければ本当に今綺麗な声のね方なんで、うん、まあなんだろうファンになる方もいるんじゃないかなって思ったりとか、はい、しますね。うん、だから私はどちらかというとまあなんだろうそのセッツさんとまあ2人でやるにはやるんだけど、どちらかというとね今のところは、ね、まだそのお互いまだまあ会ってねまだ数日ぐらいしか経ってないから、うん、まだちょっとこうお互いによそよそしさみたいな部分はちょっとあるんだけど、徐々にね、まあ、回数を重ねていくうちになんかもっとこうなんだろうね高度なやり取りというかなんかお互いのこと分かってるなみたいなこうやり取りがねやっていけたらまあいいなと思ったりしてますね。うん、なんかね私が個人的に今感じてるのはなんかなんだろうな私がちょっとこう暴走しかけるというかちょっと余計なことを言いがちになる感じなんですよ。どっちかっていうとねこう収録してる感じだと、うん、私結構余計なこと言いがちなんだけどね、あのいやそこ突っ込むみたいな、あのなんかオーナーさんいるのにあのなんかちょっと否定的なこと言っちゃうみたいなこともあったりするんだけど、そこをこうなんだろうセッツさんがこうバサバサ切っていくみたいな、うん、なんか立ち位置かな、うん、私が暴走するのをセッツさんがこう私の首に首輪をかけて手綱を握ってるみたいな感じかなどっちかっていうとそんな感じかな。うん、セッツさんは本当になんかなんだろうねこう落ち着きのある女性っていう感じで、あの一応年齢的に言うとね私の方が年上ではあるんですけど、うん、なんか私なんかよりも全然落ち着いている、いて、はい、あのどんどんあの番組をねこう引っ張ってってくれる素晴らしい相方です。はい、というわけでそんな感じでねこうまあ、ヤダラジ、ヤドカルラジオでセツさんと私も工藤2人で、はい、ポッドキャスト番組やっています。多分ね基本的には1週間に、まあ、4本から5本くらいかな、うん、上がるかなって思います。だから平日に1本大体上がるかなっていう感じですね。土日は多分お休みかな、うん、だから1本ね、でも30分からまあ長くても50分くらいの配信にはなってますね。うん、で1回1回さっきも言ったようにこの宿泊施設がそれぞれ違うんでね、あのなんだろう、まあこのポッドキャスト番組を聞いてなんかどちらかというと宿のことをまあ知ってほしいっていうのが大きいかな。うん、その各ね宿泊施設のことをこう事細かに詳細を聞いてそれだけでその何だろう予約を決めるとかそういうことではなくて、まあもちろんそうなってくれたらね当然いいんだけど、まあポッドキャストっていうねこうプラットフォーム上の性質もあってなんかこうインタビューではないんだよね。そのオーナーさん来た時とかも、うん、インタビューしてオーナーさんに情報を聞き出すみたいなちょっとそれとは違くて、あくまでオーナーさんを交えて3人でその宿泊施設にことについてこういろいろオーナーさんに聞いて、えそれってこれでもこういうことなんじゃないですかとか、あこんなこともやってるんですね、あこんなサービスもあるんですねとか、あ予約はこういうふうにしたら安くなるんですねとか、そういったこうお得情報だったりとかみたいな部分を本当にこうユーザー目線で、そこが大事だよね一番ね、うん、まあお金をもらって撮ってる番組とはいえやっぱりユーザーさんの目線に立って
いろいろ突っ込んでいきたいなって個人的には思ってますね。うん、もちろんその紹介する宿泊施設のことをまあ紹介していいところをどんどんこう見つけていくのが大事だと思うけど、でもいいところばっかりね言っててもリスナーさんはなんかこうそれってでもこうじゃないとか思われてもねやっぱあれなんで、だからちょっと気になる部分とかなんだろうそれってでもこういうことなんじゃないっていう部分はこう私はねこう的確に冷静に判断してどんどん突っ込んでいきたいなとは思ってます。うん、まあ、もし最悪その突っ込んでなんかさすがにちょっとやばい空気になりかけたらまあ編集でカットしたりするかもしれないけど、うん、でも基本的にはねそういったこともリスナーさんには聞いてほしいなって思ってて、まあ、そういった情報も加味してやっぱり宿を選んで泊まってほしいなと思うので、うん、なんだろう、まあ宿泊施設の魅力も知ってほしいっていうのもあるし、うん、泊まってほしいのはもちろんなんだけど、単純にそのいやここの宿おすすめ泊まってって言うんじゃなくて、いや実はこの宿に泊まるとこんなこともあって、ただこういうことがあるから注意した方がいいよみたいな、うん、なんかまあ知るきっかけにでもいいっちゃいいかなと思ってます。はい、私も本当になんか今回のこの宿ラジにこう携わらせてもらうことでなんか今までその民泊とかゲストハウス泊まることって今までなかったんだけど、なんか全国に結構あるんだなこういうのってというふうに感じました。うん、なんかそれぞれいろんなサービス展開してるし、なんか大手のホテルだけじゃなくてこういう個人でやってる、民泊とかゲストハウスでもなんかおしゃれでなんか良さげな宿泊施設ってたくさんあるんだなっていうのを、はい、なんかいろいろ知ることができました。うん、だから皆さんにも、まあ、この宿ラジをきっかけになんか旅行を行くきっかけだったりとか、なんか宿をねこう検索するきっかけだったり、まあ、何かしらの本当のなんだろう旅行のなんかきっかけになればまあいいかなって思ったりしてます。うん、なんかあんまりそのがっつりこう集中して聞くっていうよりは本当にポッドキャストだから、まあ、何かしながらとか、うん、聞くのがまあいいかなっていう気もしてます。うん、なんかそのあんまり堅苦しい感じの番組にならないように私もね結構気をつけてるんですよ。うん、セツさんがね結構真面目というか、うん、なんかあんまりこうボケたりするタイプの人間ではないかなとも、まあ、今のところはね思ってるんで、私が積極的にそういったところをねこうなんか面白く持ってったりとか、うん、していかないとちょっとねただの堅苦しいこう宿紹介の番組になっちゃうかなっていう気もしてるんで、そこはちょっと個人的には気をつけたりとか、うん、なるべくこうなんだろう、私もセッツさんも楽しい、もしくはそのオーナー来てくれたオーナーさんも楽しい、そして聞いてくれる、まあ、リスナーさんもなんか楽しいしなんかためになるし、ちょっとこのホテルのこと調べてみようか、ホテルじゃないこの宿泊施設のことをちょっと調べてみようかなっていうきっかけになってほしいなっていうふうな気持ちで私はこの宿ラジ撮ってます。はい、まあそんな感じかな今のところ私が言えるのは。うん、まあまだね第1回目が、まあ、配信されたまあ、ばかりなんでね、まあ、明日もまたもう1話っていうのかな、もう1エピソードずつねこう明日明後日し明後日って感じでこう追加されていくとは思いますので、うん、でまた今週は私もまた収録があったりねするので、まあ、ぜひねうん、一応頑張っているんで聞いてほしいなとは思います。はい、そんな感じかな。うん、一応ねプラットフォームに関しては今のところは多分 Spotify だけかな。うん、多分他のプラットフォームはまだ配信されてないと思います。うん、Google とかも Amazon とかも多分まだね、うん、Apple Podcast も確かまだだったかな。
結構ね、そのアンカーで登録してから、なんだろう、申請が通るまで結構時間かかるんだよね。うん、だから Spotify でとりあえず聞いてもらうしかないかなとは思いますね。はい。で、まあ、この場で言うのもあれですけど、一応お便りなんかもね、番組で募集したりしていますので、うん、ぜひヤドラジ、まあ、私に対してでもいいですし、まあ、相方のセツさんにでもいいですし、もちろんその番組全体に対しての感想とか、まあ、意見とか、まあ、そういうのでもいいですし、はい、本当に何でもいいので、お便りとかリクエストなんかね、送ってくれたら私もセツさんも嬉しいなというふうに思うので、どんどんね、こういうお便りとかも紹介していくつもりなんでね。はい、まあ、あとそのなんだろう、ちょっとこの辺聞きにくいなとか、そういったところもじゃんじゃんこう言ってくれれば、私パーソナリティだけじゃなくて、収録した音声の編集の仕事もやってるので、はい、なんだろう、編集に関してもちょっとこここうした方がいいんじゃないとか、うん、なんかもっとこの間、ここの間をもっと作った方がいいとか、なんか BGM 聞きにくいとか、音でかいとか、なんか本当にそういう何でも、はい、言ってくれれば私の方でいろいろできますので、まあ、実際にどうするかはちょっとね、その会社さんの、まあ、社長さんとか相談しないとはいけないんですけど、はい、そういったメッセージなんかも、うん、待ってますんで、よければヤドラジの、まあ、お便りフォームからぜひ送ってみてください。はい、もうバチバチに宣伝していったけど大丈夫かな。まあとりあえずね、許可ももらってるし、配信も開始されたからね、もうどんどん宣伝していかなきゃなっていう感じですよね。うん、はい、ちょっと今日ね、マジで夕方疲れまくって、どうでもいい話をね夕方にしちゃったもんだから、ちょっと夜大丈夫かなって心配してたんだけど、意外と喋り始めてみると、まあ、なんとか、まあ、宣伝らしい宣伝はまあできたのかなっていう感じですね。はい、そんな感じかな。うん、ちなみに第1回目はね、さっきも言ったけど、スターカプセル沖縄の、はい、宿泊施設を紹介してます。はい、ぜひ30分ないぐらいか、28分26秒なんで、はい、まあ、30分くらいあれば聞けるかなと思うんで、よければ聞いてみてください。はい、というわけでそんな感じだね。今日の配信は以上となります。また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。